オナガザル科は霊長目に分類されるとが、別名級世界ザル、競尾ザル。日本語の猿のイメージに近い猿である。オナガザルの名の通り、長い尾を持つことが特徴であるが、バーバリー魔クや日本ザルのように、二次的に尻尾を失ったものもある。また、交尾科目に属する猿のように、5番目の手足として尾で体重を支えることなどはできない。 日本国内に生息する日本ザルは、下北半島を北限としているが、これは人を除いた全世界の霊長類の中で最も高緯度に生息している霊である。オナガザルカには、いくつかの興味深い解剖学的特徴を備えたサルがいる。コロブスの親指は小さな痕跡程度に退化したり、種によっては完全に消失してしまっている。オスのマンドリルの顔は、 赤と青で彩られ、さらに陰形は赤色で、陰道は紫色をしている。天狗猿は長く、舌のような形をした花を持っている。胸尾下目である人浄化と長猿浄化が分岐したのは2800万年から2400万年前頃であると推定されている。死列は、門氏が上下4本、剣氏が上下2本、小級氏が上下4本、大級氏が上下6本の、 計32本。第9子には、高等が4つあり、前方の高等と後方の高等が側面でつながり、両場となる。伝部に角質部がある。以下の原生種の分類、和名、英名は、日本モンキーセンター霊長類和名、変算ワーキンググループに従う。マントヒヒ、ニホンザル、マンドリル、などが属する。オナガザルの多くは、母系社会を構成しており、 オスは一定の年齢に達すると群れを離れる。ただし、マントヒヒはオスを中心としたハーレムを形成している。下顎には首まで広がる頬袋を持つ。手に入れた食べ物は一旦頬袋に入れ安全な場所に移動してから改めて食事をするという習性がある。手足ともに親指が他の指と対抗することができる。これは物をつかむほか、 毛づくろいなどの社会的行動にも役立っている。テングザル、ハヌーマンラングール、キンシコウ、ドゥクラングール、ダスキールトン、フランソワルトン、シロクロコロブスなどが属する。オナガザル赤に比べ、比較的細身の猿が多い。コロブス赤には、基本的に頬袋がない、親指が小さな突起程度だったり、完全に消失していたりする、などの特徴がある。ほとんどのコロブスは、 養殖をするため、これに適応した2つ以上にくびれた絵を持っている。胃の中のバクテリアで発酵させることにより、葉の主成分であるセルロースを消化吸収することができる。ありがとうございます。